それでは改めて温かい拍手をお願いします。それでは引き続きまして吉野上さんの方から。めっちゃいいですね、ちゃんとしてて、うん、石井町のプレゼン。失礼します。それでは吉野川市における、活動事例につきまして、報告する前に簡単に、自己紹介をしたいと思います。私、吉野川市商工観光課の佐藤と申します。どうかよろしくお願いします。今回の事例報告につきましては、徳島大学の、矢部先生とも相談いたしまして、最近コワーキングシェアオフィスキーダーを拠点として活動する吉野川コミュニティと呼べる、若い人の新しい動きが生まれておりますので、この事例につきまして今回、動画を作成しまして、報告することといたしましたので、どうかご覧ください。よろしくお願いします。いつもお世話になっております。吉野川市商工室の、総合戦略係の松村淳と申します。よろしくお願いします。一般社団法人半沢文教会から役に立てます、瀬能と言います。コワーキングスペース、地域の管理をしております。よろしくお願いします。はい、徳島大学に阿部と申します。今コロナでほとんど多分コミュニティが衰退していると思うんですよね。で、そこをまあどうするかということと、あとまあこちらの無事学長になってから、大学としてもちゃんとこう稼ぐようなプラスの方向にやっぱりこう関わっていかなくてはいけないというコンセプトがありまして、で今回まずそのローカルビジネスということを展開したいということで、私は中小企業振興条例の会長もやっていますので、でまあ、過去の話をするよりは、まあ、未来の希望をせっかくこういうふうに皆さんに集まっていただいているので作った方がいいということで、年明け中で集まりまして、1週間ぐらいで突貫で作ったあの動画です。で最初には神山のクリエイティビティみたいな話もありましたが、徳島大学も十分そういう、スタッフ、別に学生だけがやるわけではなくて、コーディネーターとして入ることで地域にたくさんクリエイティブ人材っているんですよね。で今回はちょっと行政のパターンですけども、私は中小企業振興の会長としての会は発表なので、行政ではなくて瀬能君にちょっとこれは完全にボランティアで作ってもらっているので、若干やりがい搾取ではあるんですが、ちょっと今日そのご覧していただいて、もしこういうような形でコワーキングで他の自治体さんとも一緒に協力できるようなことがあればやっていきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあお願いします。キーダに対する思いを報じさせていただきたいんですが、はい、昨年後のキーダがオープンしましてですね、コワーキングシェアオフィスキーダという名前なんですけども、最近徳島県内であちこちの自治体で取り組んでおりますサテライトオフィスです。企業誘致の機能とですね、コワーキングの部分、一般の地域の人々がここに集まって、まあ、いろんな仕事でもいいし、読書でもいいし、洋画を楽しむでもいいし、自由にしていただくスペース、まあ、その2つを掛け合わせたこのコワーキングシェアオフィスキーなんですよね。まあ、そういった意味で、まあ、ここを拠点にですね、若者の方々が新たに会社を起こす企業の部分と、そして、まあ、首都圏の IT 関係とかですね、ここでサテライトオフィスを構えてもらうと、まあ、そういったことで、ここはにぎわいの一つの拠点としてですね、聞いては吉野川市内の中心、市街地の活性化につながっていけばいいなという思いで、コワーキングシェアオフィスをオープンした次第なんです。ありがとうございます。今後、キーダに期待することとか、あれはい、おかげさまでですね、早速東京の企業さんがキーダのサテライトオフィスにですね事務所を構えてくれまして、まだ安全化のペースもありておりますので、まあ、今後ともサテライトオフィスの進出を狙っていきたいなと考えているところです。加えましてここをご利用いただいている一般の方々、特に若い方々がですね頻繁にご利用いただいておりますので、まあ、その中でここの場所を活用してさまざまなイベントですね、例えばこう仕事に絡む部分のイベントだったり、またこうセミナーで
ったりね、いろいろ開いてくれてますんで、そういった活用する中で、にぎわいの創出につながっていけるような会社を持つとかですね、お店を持つとか、まあ、そういった部分に波及していけるようにしたいなというふうに思ってます。まあ、ここ、例えば大学生の方とかにもね、出入りしてもらって、若い感性をいろいろ活かして、まあ、様々なイベントをしていただきたいなと考えているところなんですけども、ここはそういった20代の、ね、方々にも頻繁に使っていけるような、そういった取り組みをしていかなければならないんじゃないかなと思っているところです。しまして、そちらの方でですね、今回動画で紹介させてもらった、飲食店舗2店舗を含む、情報発信の拠点として、していくつもりです、はい、そして、自分がキータの管理をしていて、まあ、近況を思うことというのは、動画の方でもあったように吉野川コミュニティが今すごくこう盛り上がってきております。でそういったコミュニティを見て、まあ、自分たち若者世代だったりとか次世代20代とかそういった若い人たちが面白そうだなとここの環境だったら、自分たちもやれそうだなって思ってくれて自ら進んでこのキータを利用してくれてる流れができております。そうですね、僕たちが思うのは、今後大学生の方々にも利用してもらえたらなと思っております。特に、そうですね、若い面白い方がたくさん利用されておりますのでその中で、社会人と学生の交流の場として、はい、期待しております。よろしくお願いします。終わります。はい、ありがとうございました。ただいまの朝食に対しまして皆様方の方から何かご意見ご質問等ございますでしょうか。すいません、名前の由来を教えて。さすが学長。はい、名前の由来ということでキーダの名前の由来ですけど、実は昨年公募しまして およそ100ぐらい の, 実は募集がありまして、その中から選んだんです。それでキーダという意味でございますが、まあ、徳島県でフチキーダというのと、あと、まあ、キーのキーがカニのキーっていうのも実は兼ねて、まあ、このワーキングシェアオフィスがこう中心市街地の中にありますの で, あらゆる面でこうキーになるところというので、それとキーダという言葉をかけてこのような名前になりました。以上です。徳島弁。はい、徳島弁 でこちらにおいでっていうのをキーダっていうのがあって、それでちょっと引っ掛けて、はい、作りました。はい、以上です。はい、他にございませんでしょうか。あ、矢野先生お願いします。はい、ありがとうございます。吉野教師さん、この間のサークル釣りでお世話になりました。ありがとうございます。ここに寄せていただいたんですけども、今最後にお話してた瀬野さんですね、ぜひ聞きたいです。やっぱりこういうのって人が人を呼ぶって形で、運営者の人の魅力ってすごい大切で、その意味で多分瀬野さんがどんな思いを持ってやられるのかって最後お聞きしたんですけどね、瀬野さんのプロフィールっていうか、私はこんな分野の人をどんどん引っ張っていきたいなみたいな話を聞かせていただいたらいいかなと思って。はい、そうですね、まあ、自分がこう、
出していただいたっていうのもあるんですけど、あの動画制作を今メインで、はい、させてもらっています。あとまあこの地域のイベント企画だったりとか社会人サークルの運営をしてたりだとか、そういったこう若い人たちのコミュニティをたくさん持ってますので、まあ、そういったあのそこからこう何て言いますかね、こう前向きな若者だったりとかそういった方とつながりたいっていう人に声かけして、はい、あのキリタの方の利用に促してたりとかしております。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。他に何かご質